はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、珍しいことにチャレンジしたいと思います。もうね、画面出てると思います。はい、今回はね、プレミアムバンダイ、はい、こちらのね、ガチャガチャ、こちらをね、ネットを通して回したいと思います。はい、オンラインでできるガシャポンオンライン、こちらをね、呪術廻戦、これをね、やりたいと思います。まあ、ラインナップはね、アクリルスタンドが全6種で、ホログラム缶バッジが全14種、はい、ということなんでね、まあ、見てみるとね、まあ、一番の狙いはね、アクリルスタンドです。こちらのもちろん5畳1点狙いで、2番目に欲しいのが缶バッジの5畳、はい、このね、アクリルスタンドめっちゃ欲しいんですよ。はい、でこれがね、1回500円なんです。はい、で普通に1回回すのと10連で回すので確率の比率が違うんですね。でここにね、東証一覧っていうのがあります。はい、これのね、確率、単発でやると、まあ、5555、アクリルスタンドと、まあ、全部 5% ですね。で10連でやってもこの同じか。はい、まあでもね、回は回したいと思います。はい、なのでね、早速いきましょう。やっちまいました。押したぜ。もうガチャガチャの場面になってますね。はい、いきます。回します。タッチ、クイ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 。赤が2つってことはアクリルスタンドかな。でこの青が多分缶バッジなんですよ。うわ、これちょっと待って、赤が2つしかないぞ。まあ、いきましょう。1個ずつやってみましょう。はい、あやっぱ缶バッジだね、青は。はい、じゃあ続いてパンダ。いやちょっとね、缶バッジでもほんと5畳が欲しい。5畳、あ両面すくな。頼む、5畳。あか、釘先か。5畳、赤はね、飛ばして。あマジか。うわー、缶バッジラス1、いきます。パンダ最悪や。あちょっとアクリルスタンドでもう取り戻します。左下行こう。よし、行くぜ。やった、これめっちゃ嬉しい。やったよし。まあ真ん中はそうだな、両面少なか板取り、普通に板取りか伏黒、はい、伏黒か糸が効くか両面少な、3つ
や、ダブルって嬉しい。もうダブルと思わなかった。大当たり。よし。やった。はい。まあ、見てこれ。いや、缶バッジはね、惜しかったね。缶バッジ欲しかった。いやー、でもこれを見るとね、やってよかった。アクリルスタンドはマジで欲しかった。保存用と普通に飾る用でできるじゃない。やったー。はい、ということでね、今回はね、初のオンラインガチャポンやってみました。皆さんもね、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。あとね、言い忘れてた。実はね、これをやる前に一回やってるんですよ。はい、撮ってはないんで、録画してはないんですけど、こちらの、チビマスターズっていうね、これはオンラインガシャポン限定なのかわかんないけど、一回800円もするんですよ。で、まあ、もちろん、五条を狙ってたんだけど、伏黒は全然似てないと思うんですけど、この五条狙いでやったんですよ。5回やったんですよ。まあ、1回ずつやったんですけど、1回目伏黒、2回目伏黒、3回目虎杖で、4回目伏黒。待てよと思ってね。で、5回目でやっと5条だったの。5だから5条。5回目で5条が出たんですよ。はい。なのでね、これなかなかクオリティは高いと思うんですけど、似てる似てないは、まあ個人の感じ方だと思うんですけど、まあ、一応ね、商品が届いたらね、これのレビューとかもさせていただきます。はい。まあ6月発送予定なんだけど、まあ今ね、コロナで大変だと思うんで、多分延期とかするかもしれない。はい。あといった感じでね、今日は初のね、チャレンジしてみました。どうだったでしょうか。もしよかったらね、チャンネル登録、あと高評価、あとコメントもね、いただけましたら嬉しいです。はい。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。